Good afternoon, Katakura-san. We are very happy to have you today. There are two issues that are talked a lot about these days, which is transparency and accountability. How is auditing evolving towards the two issues?まず監査ですけれども、企業の財務諸表に信頼性を付与することを通じて資本市場の健全な発展に貢献するというのが使命です。で、企業のトランスペアレンシー、アカウンタビリティを果たすという意味において、まず日本の監査が高い品質であるということを諸外国から信頼されるようにならなければいけないと思っています。この点に関しては2つあります。一つがまず2020年3月期からカムキーオーディットマターというものの開示が早期適用されます。これは、監査の透明性向上の観点からスタートします。そしてもう一つは監査法人のガバナンスの強化といった意味で、日本では監査法人にもガバナンスコードの適用が求められています。こうした取り組みを通じて監査の品質の向上、そして監査法人のガバナンス強化、これに対して私は監査法人のトップとしてコミットをしています。 Do you see auditing of foreign and Japanese company becoming more and more harmonized? そうですね、企業のグローバル化に対してのハーモナイズっていうような意味ですよね。おっしゃる通り、企業の活動はますますグローバル化が加速していると思っています。もちろん税金の問題だとか自国の労働環境といった国益を求める声もあって、時に経済活動が、大きな影響を受けることがあります。でもその間にも進出できる企業、進出できる国を探して企業はボーダレスに活動を広めています。こうした企業活動を監査という意味で支える上では、やはり私たちはEY のメンバーファームを通じてグローバルな強固なネットワークファームを持っていますので、このネットワークを通じて効果的に監査をしていくということを狙っています。 As the world is asking for more transparency, are Japanese companies asking for better and more stringent auditing? そうですね、もっともっと社会はトランスペアレンシーを求めてきていると思っています。この点に関しては監査としては2つの取り組みが、先進的な取り組みがあると思っています。まず1つは伝統的な財務諸表監査において、財務情報だけでなく非財務情報に対して何らかの保証を求める期待が高まってきています。これは従来ですと貸借対照表をベースに企業価値というものが計算されてきていましたけれども、今や企業価値は貸借対照表に乗らない無形の資産からなってくるというふうな考え方がどんどん高まってきています。そうしていきますと、例えば企業の理念だとか経営戦略、人的資本だとか知財、そういった無形の資産に対してこれは非財務情報で開示されることが多いので、私たちも財務情報のみならず非財務情報に対してどんな保証が提供できるのか、これはプロアクティブに考えていきたい点です。で、もう一つはデジタルトラストというところなんですけれども、これもデジタル社会の進展に伴って AI に対するアリゴリズム、あるいはブロックチェーンへの第三者の保証、こういったデジタルトラストへの関心がどんどん高まってきています。確かに難しい分野ですし課題も多いんですけれども、近い将来こういったものへの保障というのが重要なテーマになってくると思っています。 There is a strong commitment of EY towards sports events. Why did EY choose to be so involved in this big global events? EY のプロフェッショナルファームにはたくさんのさまざまな知見があります。こういった知見はこういうメガイベント、スポーツのメガイベントには、非常に役に立つんじゃないかと思ってます。こういう知見を提供することでメガイベントの成功に貢献していきたいと思ってます。まずメガイベントなんですけれども、予算管理だとか日程管理、あるいは内部統制の構築支援といったさまざまな取り組みが必要になってきます。この取り組みは特別なスキルが必要なんですけれども、こういうスキルを持った人材がそれほどいないというのが課題です。
ただし私たち EY にはそのスキルを持った人材がたくさんいます。こうしたスキルを持った人材を活用することでメガイベントの成功にかつ、まあ、貢献をしていきたい、そんなふうに思っています。What is the part of your job that is challenged today by technology? What can human do and what should technology do? とてもいい質問ですね。AI が進展するとなくなる仕事の一つが会計士だと言われてるんですが、私はそうではないと思っています。このテクノロジーの進化によって、労働集約型の監査の業界というものから脱却できるいいチャンスだと思ってます。もちろんここでキーになってくるのは役割分担だと思ってるんですが、もちろんこうルーティンな仕事だとかあるいは高度なデータ分析、こういったものはロボットだとか AI が得意ですので、それはお任せすればいいんだと思ってます。ただし私たちプロフェッショナルは経営者の誠実性の見極めだとか、あるいは異常点が検知された場合にそれが本当に異常なのかどうかの最終的な判断、あるいは企業とのコミュニケーションといった人でなくてはならないもの、あるいは人だからこそ価値のあるもの、こういったものに集中していくことが必要だと思っています。その意味でますますロボット AI とプロフェッショナル、人との役割分担っていうのが重要になってくるんじゃないか、そんなふうに思っています。片倉さん、ありがとうございました。ありがとうございます。